私がこの部屋の試験官を務める東月学園教師のヒロイです。この部屋でお題となる食材は鮭。そんな陰湿なやり口絶対跳ねかしてやるよ。うん、とにかく美味しいものを作れば合格でき、君たちの班はこれだ。ん？何これ、嘘。ダメだな、これはホッチャル。産卵を終えて体力の落ちた。素材に不満があるなら今から別の鮭を探してきてくれてもいいわよ。もちろん日没までに料理が間に合えばね。雪平が選抜の決勝でやった熟成テクも日没までじゃ不可能。ナキリが何か言ってたな、勉強会で。確か名前は、あれ探せばあると思うか。確実にあるわ。知れお前ら。ちょっと自分がリーダーみたいな言い方しないでよね。日没までに戻る。素晴らしいわ、これぞセントラルの真の悪あがきは済んだようね。成果はどうだったのかしら。どうせ旬の過ぎた痩せた鮭しか、すなわち1年間で一番うまい状態の鮭でも、夏に水揚げされるものがどうして、いわば時を止める冷凍法。科学と美食それぞれの英知が織りなす結晶といえる技術ですわ。だからまともな品ができるわけが。解凍具合はどうだ。物自体は小ぶりだ、いけるな。半解凍の方が楽だ。こんなもの、カツ、そして上質すぎる甘い油。だってこんなの日常の一部っすもん。どんな状況でもいいものをつかむため仕入れと格闘する。そんできっちり皿を出すのが定食屋の仕事だ。どの生徒も自力で食材を確保してみせたと。